まあ不思議なのがそういうね宝くじが当たるとかで、ね、うんうん、他にねちょっと関わってまあすごくこう仲良くなったりとか、うん、マリモちゃんを応援する人にねこういいことがどんどん起きてくるっていう流れがあるんですけど、あのね不思議なのは絶対にね何かしらの守りがいるだろうっていう、うん、あの気がしてね、やっぱそういう守護神がついてたりとかってあるんですよ、そういうケースがね。で彼女に聞いて面白いなと思ったのが、恋愛面がもうからっきしちょっとダメだと、うん、これ別に人嫌いっていうわけではないんだよね。そうですね、別になんかアイドルでもないので、よくなんか彼氏いるんですかみたいに言われて、いないですとか、ずっといないので、ずっといないって言うと、隠してんじゃないのとかみたいになるんですけど、別にアイドルじゃないんで、別に OK なんで、正直に答えてるだけなんですけど、本当に、なんだろうな、別に自分が、まあ、あんまり一人でいることが好きっていうこともあるんですけど、なんか恋愛運が本当にないなと思うのが、なんか、なんだろう、運がないっていうのが感じるんですよね。その外に出るといつも雨が降るんですけど、うん、その龍神様に好かれてるなって思って、うん、あのだから、まあ、多少ね、うん、男性とちょっとご飯行きましょうみたいな、うん、まあ、ことはね普通にあるわけですよ、その、うん、もちろん男性とかと誘われたりしてね、まあ、ご飯に行こうとかちょっといいなとかって思う人も別にいないわけではない、ないないわけない、だけど実際にそのデート約束してた日になると、まあ、とんでもない大雨が降ったりして、なんかこう行けなくなる、会えなくなるレベルの、うん、ことになるらしいんですよ。だいたいそういう雨がバーって降ってくる人って、こう龍神系なんですよね。龍っていうのは、うんうん、こういう湖とかの中からバーって出てくときに、こういう尾びれとか、うんうん、そこから、まあ、水が滴ってくってことで、例えば神社なんか行った時も龍神様に呼ばれてるときは、まあ、雨が降るとかね、うんうん、でマリモちゃんの場合はもうデートしようとすると大雨が降ってダメになるっていう、うん、これ絶対絶対に龍神様系統のなんか守りついてないってことを言ったら、その最初のね宝くじ当たる時のね前日の夢がね、あの金色の龍に乗ってる夢を見たって。これすごいよね。そうですね、お話上手ですね。私なんか頭の本当に自分の中で自分のことなのにごちゃごちゃなんか今まであったことが分からなかったんですけど、そうですね、なんかそういうお話する前になんか龍がみたいな感じでお話しして、と思って、私自分で気づいてなかったんですけど、その雨が降るとかなんかなんだろうと思ってたら、いろいろ調べていったらやっぱり龍がついてて、龍神様がついてて、なんか嫌な嫌がらせというか守ってるつもりなんだみたいな感じで、でそれを見てってちょっと頭の中にあったので、その龍神様のっていうお話をされた時にと思って、実際本当にそうだなと思って、もうで、なんだろう、電車が止まるレベルの雨とか雨であんまり止まることないのにバーってすごくてとかが年中で、でもあまりにも雨すぎると嫌だなと思って、うん、ちょっと気象神社っていうところがあって、あ、高円寺にあるよね、はい、で行ったら、まあ、よくはなったんですけど、でも結局まあ守ってもらってるので、うん、ちょっとどうなのかなと思うんですけど、さすがにでもこれからちょっと恋愛とかもしていきたいとは思うんですけど、全然そこに関して運がないんですよ、うん、だから多分龍神様が守ってるから、うんうん、嫉妬して男性に会おうとすると、多分邪魔しようと思って雨を降らせるんじゃないかなって、絶対それ龍神だよって言ったら、うん、あ、思い出しましたって、最初の宝くじ当たった時の前の日に金の龍に乗ってる夢を見ましたっていう、これすごいよね、そのシンクロっていうかね、話つながったもんね。それで本当にやっぱりなんか守られてるのかなとは思うんですけどね、うん、まあ恋愛も大事だと思いますなかなか難しいですけど、うん、ないんで全く。でもね、まあ全ての運はね、その全て一つのところに来ないとかって、まあ、言いますしね、うん、あ、偏っちゃってるんですかね、やっぱりそっち。やっぱり今なんか仕事面で、はい、この間もね、だって年末も、はい、あのビートたけしさんの超常現象スペシャルの番組なんかにも出られたりとか、今もうなんかネタの面白さとまた違うところのそのパワーでいろいろ注目されてる方なんで、そうなんですね、UFO とかもよく見るんで、 でそれで謎の生物を見て、でそれでなんか全然その映像を撮って SNS に上げて、うん、でそれがまあちょっと流行ったりとか、何だろう、
注目されてるんだったらあれなんですけど、全然で謎の生物な撮ったのにと思ってたらオファーが来たりとか、うん、なんかそういうのなんか見てくださってることが嬉しいなって思って、すごいね、びっくりしましたね。金の竜の夢ってどんな感じだったの？金の竜の夢、なんか本当にただひたすら乗ってて、あとイルカの夢を見るっていいっていうじゃないですか。イルカの夢はよく見るんですけど、おすごいね。で金の竜に乗ってなんかもうイルカがブワーって飛んでくるみたいな、体に突き刺さってくるみたいな感じで、っていうのをひたすらずっと見てて、もうその先なくずっと乗ってブワーって感じで、でなんかいろいろ調べたらなんかイルカってやっぱりいい夢 で、うん、で体に刺さってくるといいっていう感じで、その竜とイルカが合わさって、そのやっぱり大きいその宝くじ当たったっていういいことだったのかなと思って。あ、うん、確かにあの体にぶつかってくるって結構夢ではいいって言われるんですよね。でイルカは幸運の象徴だし、あの意外とあの刃物で刺されるっていうのが金属が体の中に入ってくるっていうことだから、金運としたら大吉の夢らしいです。そうなんですよ、よく見るんですよね。あ、マジで年中なんか刺される夢みたいな、なんか殺されるのかなとか思って。ちゃんと刺されられる、はい、グザッ、俺いつもよ、うわーっつって避けてチッて、もうそこでもう大金を逃してるんですよ。もういや、でも夢の中でも痛いじゃん、あれって夢の中でも痛い、怖いし、で分かってるんですよ、夢の中で、あ、これ絶対吉夢だから、うん、刺されたら現実でお金入ってくると思うんだけど、もうビビりだからチッっていう軽いもうなんかもうかすり傷的なやつでも小金が入ってくるっていうことなんですけど、いや、そうなんですよ、ね、やっぱ体にぶつかるとか、あと殴られるとかっていうのも意外と親愛の情、愛情が交換するとか、あの相手に対して好きだっていう気持ちがあるからぶつかるっていう意味でのエネルギーのぶつかり合いだから、当たる夢って全然悪くないし、うんうん、まあ、ちょっと種類は違うけど完全に死ぬ夢、そうすると生まれ変わって大ブレイクするとかっていう、だから自分が死ぬっていう夢もあるし、人になんかこの間夢の中で死んだんだけど君って大丈夫みたいになるパターンも、その予知夢だけではなくて好転の兆しを運んでくれる夢の可能性があるっていう、ね、やっぱそういう夢を見てるからすごい、じゃあその時も買った方がいいかもしれないですね。竜だけじゃなくてなんかよ結構よく見るんですよね。バサッと刺されて、うん、うわーみたいななってる夢を結構見るんでもったいないんですよ。それは買った方がいいかもしれない、使ってみますか、ね、なんかよくギャラビの前とかに水がバーって溢れてくる夢とかで、あ、今日これお金入ってきたなって言ってみると、あの振り込まれてるとかっていうのはなんかありますけどね。水、僕の場合は結構水、水がダーってこう溢れてくるとか、高い波が出てくるとかだと、あのすごい、あ、これ来るなっていう感じ。溺れるとかじゃダメなんですか？溺れるとかでも全然いいと思う。結構溺れる夢ある。すごいね。あ、もったいないですね、そういうの知っとかないと、うん、そういう時に買うとまた当たるかもしれない。そうだ、まあ、さっき言ったけどちょっと精神世界の話だけど、夢の中身をコントロールすることによって現実が変わるかもしれないみたいな話もあるね。だ、思いっきり俺もちょっとこうビビらず刺されてみたらもうちょっと入ってくるかなとか。難しいよね、でも夢って本当にリアルじゃん。難しいですね。なんか自分ででも頑張れば変えられる時もあるんですけど、あ、この続きが見たいとか、うん、ほとんどはそうですね。なんかその刺されるのもダメだと思ってたんで、ぐさっと刺された瞬間にはもう起きようと思ってパッと起きて、でそしたらまたもう一回なんか変な人が現れてぐさってやられて、うわすごいね。じゃあ寝たままの方がいいですね。でもそれやっぱりでも今流れがすごい来てるっていうことなんじゃない？そのそれだけ刺される夢って、うん、なんか何回も何回もなんですよね。パッと起きてでもまだ眠いから寝てるとまた刺されて全然疲れ取れないじゃん地獄じゃんそれ。どうしようと思ってたんですけど、それいい夢って、いや夢としたら多分大吉だと思う、うん、今いろんなお話聞いてね、あの非常に縁起がいい方だと、いけるね、こう龍神様みたいな感じなんですけど、龍神に愛されたね女神様みたいな感じなんですけど、この話をね、あの僕がレギュラーでやらさせていただいてる番組でさせてくださいってね、うん、まあ、取材させてもらってで OK もらって、なんか、まあ、別にその変な欲があるわけじゃないんだけど、うんうんうん、まあこういうまりもちゃんに関わらせてもらう話をするから、一応ねストーリーとして自分で宝くじ買っとこうと思って俺買ってたんですよ。でこれが当たったら、まあ、話つながるし、ストーリーとしてなんかいいじゃんと思ってて、収録日の前日ね、
まあ、大体こんな話こういうふうにまとめてしようかなっていうのをちょっと一人でネタをこうね精査する時間あるじゃないですか、うん、その時ハッと思って、そういえばあの宝くじどうなったっけと思ったら、その収録の前日ですよ、こちらの画像をご覧ください。なんとナンバーズ41,000円当選。これね、ナンバーズ4って4つの数字0から9までを4つですよ。で僕の場合はそのボックス、セットボックスって言って、あの例えば1234だったら1234じゃなくて4231みたいな、あのバラバラでもその4つの数字が入っていればいいっていうのが当たったんですけど、まあまあ普通なかなか当たらないですから、で1万6000円ね、実際にそのね、なんかこうお話しさせてこういう話をするその回に本当にその宝くじが当たるっていうのがなんか鳥肌立ってすぐ連絡したもんね。そうですね、なんか LINE でね、おーみたいな感じで興奮されてる感じで、嬉しかったです。でもそれって別になんか結構なんだろう、よく芸人さんとかその、うん、他の方スタッフさんとかもそうなんですけど、ちょっとパワーちょうだいよとか言ったりとか、そういう人は全然当たんないんですよ。ああ、なるほどね。パワークリエイみたいな感じも感じないし、やっぱりそういう方ですね。全員が全員じゃないんですよ。だからすごくよくいいことを言ってくださったりとかっていうことがあったから、多分そういうのもあったのかなっていう。まあ、このね、2021年の新春ということで、まあ様々なお話をね聞かせていただきましたけれども、実際に僕もねこう、まあ、仲良くさせていただいてね、本当にいい流れがなんかできたりとか、宝くじまで実際に当たってるわけですから。だからね、なんか本当にそのまあ番組もそうだし、まあ余興みたいなことも含めて、あのこの幸運の女神みたいな人をね呼ぶと開運間違いなしということで、まあこれを見たね皆様にもね、もうますますの幸せが訪れますようにということで、まあ、最後2021年の何かこう、まあ、マリーモちゃんなりのメッセージをちょっとよければぜひ視聴者の方にお願いします。まあ、2021年もいろいろあるかもしれませんが、動物みたいに皆さんなっていて、動物と私お菓子結構好きなんですけど、そういう感じ、あのわかめみたいな、うかめさんみたいで、皆さん開運アップしていきましょう。ちょっと待ってください。こういうところです。お願いします。もうそれっぽいことを言えばもう形になるんですけど、でも本当に YouTube 削除される前に一回見てもらいたいんですけど、本当に渡したバトンがめちゃくちゃな方向に向かっていきなり走り出してる感じがあるんで、でも天才ですから、はい、あのね、まあ、動物的なね感覚、ワカメっていうのはほらこういう揺れるものとかね、ウサギさん、ウサギさん力抜いてピョンピョンってね、牛年なんですけど、ウサギさんみたいに跳ねていこう、みんなで跳ねていこうみたいなことでね、あのね、またちょっとなんか面白いことがありましたらぜひね、はい、ちょっと落ち着いたらいろいろやっていきましょうよ。はい、ありがとうございます。ということでね、もう新春から素晴らしい開運話を聞かせていただきてありがとうございます。ありがとうございました。サキックチャンネル小杉まりもさんに今回ゲストで来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。開運開運、ああ出た。もうスーパー人間パワースポット加山さんのこのギターをバックに新春いっちゃいますか。いただきます。ディスタンス取りながらです。そうですね。あまり大きい声出しちゃいけません。乾杯。今年もよろしくお願いいたします。すみません。最高。これ何の？これ大根だ。大根と煮込み。うん。熱そうです。うまい。きたー、海鮮チョレギサラダ。うわ、タコ好きなんですよ。そうなんですか。タコって本当ガチで地球外生命体なんじゃないかみたいな、ちょっとそういうサイキック的な話もあって、あと疲れは取れんですよね。あ、そうなんですか。うん、あのなんだっけな、なんとかっていう物質が入ってて、はい、なんとかって急に力抜けるタウリンか。あ、タウリン、あれがなんか本当に疲労回復になっていいっていうんで、うん、まあこれニラ玉、
これすごいどんなニラ玉が来るんだろうと思ったらこのボリューム、うわ、いただきます。うまい、めちゃくちゃ贅沢。これ卵、これ卵いくつ使ってんの？それでこの卵で680円、すごいすごいな。うまい来ました、もう大おすすめ料理のこれ元気焼き、美味しそう。これちょっと元気さん、はい、もともと元気揚げっていう唐揚げをやってて、はい、で去年からこれ新しく出したんですけど、はい、ちょっとスパイシーな感じでこの下にキャベツが結構たっぷりあるんで、それと一緒に食べてってもらうと、このね、あのちょっとここサイキック的にこの木っていう字わかります？これね、こうバツになってる木を使う人いるんですけど、この字がね、四方八方に木は広がっていくものだっていうのがあって、うんうん、この木を使ってるっていう時点でもうパワーです、相当の。なるほど、広がっていくっていう意味があるんで、人間のエネルギーの根本、元気焼きということで元気になる。はい、僕名前もこの字なんです。ですよね、はい、あ、そうですよね。これはねパワーフードですよ、たっぷりでしょ。うまい、ほんと皮がサクサクで中の鶏が大きい、大ぶりで、うん、プリップリです。名前の通り元気出ますよこれめちゃくちゃ美味しいです、ほんと見てください、後ろ頑張れ元気でしょ。もうすごいな、これほんとにすごいよね。もう高知さんはもう作家先生とかもすごく来られる方が、まあ、多くて、ここに通った後にあの大出世される方が多いという、本当パワースポットで、今日本当にあのマリモちゃんとこのね飛行地のパワーということでね、もうすごい相当いい開運動画撮れたんじゃないかなと。不思議なねオーラを持ってるっていうか、なんだろう、本当にそのね変な意味でのこう欲とかじゃなくて、程よい距離の中でこう仲良くさせていただくと本当にいいことが回ってくるようなね、そんな感じありますよね。うん、今何言ってるか分かりました？分かんないです